まあ、じゃあアベンジャースクール昼の部ですね。スポーツ部の中澤です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、こちらですね、その自分のパーソナルベスト、自分自身 の, そのパーソナルベストを、まあ、目指して超えていくっていうところをテーマに、まあ、今だと運動不足解消だったりとか、まあ、自分の体を引き締めたいとか痩せたいっていうのをあの解消するために、まあ、トレーニングをやってるんですけど、まあ、今6月になって、まあそうですね、もうすぐもうほぼほぼ夏みたいな気温になってますけど、まあ、体の肌の露出が増える時期になってきますね。なのでまあその中で体型だったりとか体はすごい気になると思うんですけど、皆さん一番こう引き締めたいところってどこですか？腕はい、お腹。お腹、まあそうですね。まあ、お腹見えることあんまないですけどね。確かに女性は腕周りとか、すごく気になると思いますので、まあその辺中心に今日は、まあ体幹もそうですけど、腕周り、じゃあどうやったら、どう意識したら、それがどう、普段のトレーニングの中でも生きるのかなっていうのを一緒にやっていきながら、やれたらと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。では、ウォーミングアップからやっていきましょう。ここから音声、ビュートでお願いします。はい。はい。では、右足を前に出して、前ならえしましょう。まず最初いきます。腕を上げて、体を後ろに倒していきましょう。息を吐きながら、
になって肩の真下に腕をつけましょう。この状態で体を少し起こしたままですね、対角線により手を伸ばします。1反対、2、3、しっかり伸ばして、4、5、6、7、8、9、ラスト。はい、OK。では次はですね、股関節から動かします。四つ前になって、かかとの方にお尻をくっつけていくように、ぐーっと倒す。体丸くならないように、はい、戻して、1、背中丸めないように、そう、股関節寄せる、2、下げる、3、ここを飛んでいきます。股関節を意識して、4、はい、5、じゃあ、6、はい、7、ラスト、8、はい、OK。では、ラストはちょっと動かしていきますよ。手をしっかり地面についていただいて、前に半歩ずつ、1、1、1、1、1。で、いけると思ったら手で戻ってきます。1、1、1。置いていきましょう。以上。1、1、1。で、足を前に、1、1、1。はい、OK。いいですね。では、トレーニングに入っていきますので、水分補給をしながらいきましょう。今日はスタート、ちょっと腕回りから負荷をかけていきましょう。四つ這いになっていただいて、足をちょっと開きましょう。で、では、体の近くに持ってきていただいて、しっかり手で地面をグッと押します。そうすると背中に力が入ると思います。で、そのまま手を上げる、腕を使って背中と腕を使って手を上げてキープ。左手でしっかり支えます。そうで、呼吸しましょう。ふーっと吐いて、いい位置ですね。3、2、1、はい、腕を動かす。反対いきましょう。はい、アップ。キープ。呼吸を止めないように、お腹と腕を意識します。背中ですね。おへそを背骨の方にぐっと寄せるようなイメージでいきます。呼吸を止めないようにしましょう。息をしっかり吐いて、3、2、1、はい、OK。では次はちょっと腕立て伏せのような形で肘をですね、横ではなくてまっすぐこのまま下まで下がらなくていいので、このぐらいでキープします。そうするとずっと腕にストレスがかかりますので、コントロールできるところぐらいで下げていきます。できる方は腕立て伏せの姿勢でダウン、ここでキープ。はい、ストップ。肘を外に曲げないように。お腹もグッとしっかりキープ。3、2、1、はい、OK。いいですね。OK。腕回りですね。では次は、今の姿勢、ちょっとお辛い方は膝つきでも OK です。先ほどよりも膝を遠くしましょう。で、足もしっかり開きます。できる方はこのままうずて伏せの姿勢になって、この状態で、このまま足をちょっと開きます。で、このまま軸をしっかり作った状態で手を上げる。で、行きましょう。レディー。はい、最初のポーズ取って、スタート。手を上げます。右手上げて。体が
後にずれないようにしっかりキープしましょう。3、2、1、OK。 では反対いきますよ。レディーゴー。呼吸止めない。ふーっと吐いて、お腹もしっかりへこませていきましょう。3、2、1、はい、OK。 ナイス、いいね。腕回り結構負担かかってます。そう、ちょっとストレッチとかしても OK です。腕回したり OK。 では次はバランスいきます。しっかり手で地面を捉えます。 できる方は足をちょっと上げる。厳しい方は足つけてて OK です。この状態で右手と左足を伸ばして、はい、タッチ、1、クロスですね、2、バランス、3、4、5、6、7、8、9、OK。ナイス、いいですね。では反対いきましょう。ちょっと足上げられたら足上げて、右手と左足、A 立ち、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。はい、OK。 OK。 では次は上向きになりましょう。上向きになって、両手はかかとの方に向けて、足を少し開きます。ちょっとまた腕回りといきますよ。手は広げすぎないようにして、自分の近くに、で体をちょっと上げる。そこから肘を曲げて、はい、伸ばす。1、2、しっかり伸ばす。そう、3、いいね、4、ダウン、5、OK、6、7、8、9、上げて、下げて、キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK。 ナイスです。腕回りですね。しっかり手で地面を押してあげると、さらに腕に効いてきます。あんまりこう指先でぐーっと踏ん張ってしまうと、あの腕の膝から肘から下に来てしまうので、まずはしっかり地面に手をつけてやっていきましょう。では次ですね、足伸ばしましょう。で、同じようなことをやっていきますよ。しっかり地面捉えて、このまま体を少し上げてからぐーっと背中で押して、そう、キープ。背中でしっかり絞りましょう。3、2、1、はい、OK。 はい、OK。 ナイス、いろんな体になってますね。OK。 では次はもう一回ちょっとうつ伏せに戻ります。で、この状態で肘をつきましょう。肘をついて両足を伸ばします。で、体をまっすぐします。しっかり肘で、地面を支えて、つま先立ち。ここから体を少し前に持ってきます。ぐーっとつま先を
つま先で踏まって前に持ってて後ろに下がる。ちょっとお尻上に上がっても OK です。前にで後ろに下がって、そうなるべく押し上げない、ぐーっと持って背中と腕使います。はい、3、前、まっすぐ、はい、後ろ、4、前、後ろ、5、いいと思って、6、7、はい、8、はい、ラスト2回、いい頑張りましょう、9、ラスト、はい、OK! いいですね、素晴らしい。では次、横向きで横の腹筋と腕周り、そして股関節周りですね、お尻と内側鍛えていきます。こちらはですね、膝を曲げて手を伸ばしていただいても OK。 この状態で必ず手を伸ばしてやってみましょう。ここで三角形を作ります。では指先がまっすぐ向くようにしましょう。で、この手が遠いと肩が痛くなってしまうので、必ず自分の近くに持ってきていただいて、こことバランス作って三角形を作ります。で、これが余裕な方は足を伸ばして、同じことをやっていきますよ。では行きます。どちらでも構いません。行きますよ、レディー。はい、アップ。では横にして、そう、頭が下がらないように、ふーっと息を吐いていきましょう。地面をしっかりプッシュ。左手、下の手でプッシュして、そう。ここ下げないですよ。上げて、上げて、上げて、上げて。そう、そう、横をしっかり、しっかり使いましょう。この脇腹全体使います。3、2、1、はい、ブレイク。OK です。はい、では次はですね、腕をこの今の状態から膝をこう上げた状態で足を回します。お尻10回回して反対回してっていう形でやっていきましょう。手を伸ばすことによってずっと腕にストレスがかかりますので、しっかり下ろしていきます。で、できる方は今と同じですね、足伸ばしてやっていきます。これはどちらでも構いません。膝を上げてもできる範囲でやっていきましょう。では行きますよ。アップ、で足上げて回します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、反対回し、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK。 いいですね、素晴らしい。結構腕周りが深くなってますので、肩無理しないようにして、今度は横向きに寝ちゃいます。今度は内転筋、内側ですね、内側の筋肉ですね、鍛えていきましょう。こちら腹筋と関係性が強いのでしっかりやっていきます。足は前、もしくはペタッとついても OK です。もう自由に右足は楽にしていただいて、左足の前で伝えますよ。このままアップ、真上に上げて、そう、ダウン。これで1回いきましょう。2、3、4、アップ、5、7、6、7、8、9、10で止めて前後に振ります。1、2、3、4、5、6、7、テイク飛行ならないように、8、9、ラスト、10、 OK。 いいですね。では反対にいきましょう。逆側やっていきます。さあ行きましょう。最初は膝を曲げても OK です。伸ばせる方は伸ばして、手はしっかり両方とも伸ばしていきましょう。はい、このまま
体にアップして、ここ横向き、背中使います。腕しっかりグッと押してぐーっと吐いて、そういいですね。ナイス。後ろに逃げないように、ここでしっかりキープ。3、2、1、はい、OK。 この状態でぐるっとやってて、手がここをプルプルする方は指先に力が入ってしまっているので、手の、平の外側、小指側のところでしっかり踏ん張ってあげるといいです。この辺ですね、この辺をいい体重かける。指先でグッと踏ん張っちゃうと腕にこの力が入っちゃうので、すごく手がプルプルしてきます。なのでしっかり外側で踏ん張ると体の中心を使いやすくなるので、力が伝達しやすくなりますので、ちょっとそこを意識しましょう。では次はお尻、膝曲げてアップ、ここで上げて回すやつですね。ではこちらいきますよ。そうアップ、はい、では足を入れる、はい、よいしょ、1、2、3、回して4、5、6、落とさない、7、8、9、はい、反対、1、2、3、上げて、4、5、6、7、で、9、ラスト、OK!OK です。では横向きラストいきましょう。しっかり寝ていただいて、左足前にします。で、下の足を右足上げて内側使いますよ。アップ。はい、ダウン。1、アップ。2、3、4、5、6、7、8、9、はい、上に上げたまま前後に、1、2、3、4、5、下げないように、6、頑張って、7、8、9、はい、OK、OK です。OK、ナイス。じゃあ、どうか、強かったですけど、腕回りですね。自分の手の置く位置、置き方で同じことをやっても肘から下に効いてしまうので、しっかり自分の体重をかけるポイントちょっと意識しながら、腕回りきついなって思った場合とか手首きついなって方は体重をかけるポイントちょっと変えてみましょう。そうするとだいぶ変わりますので、ちょっとそこを意識してやってみてください。ではラストは今日の3分間ですね、やっていきましょう。今日の3つはですね、お腹周り、タラさんが気になってお腹周りいきましょう。で、横と今日は下腹部いきます。まずはこの状態で右手を、ごめんなさい、右の耳に右手を当てて体を落として肘と膝をタッチ、この時、左手は地面に置いて OK です。こっちは置いてていいので、このままタッチ。戻ったら反対に変えて、上げる。上げる。クロスですね。クロスでタッチ。肘と膝をタッチします。これが1つ目。はい。で、それが終わったら2つ目は、曲げて、伸ばす、曲げて、伸ばす。で、3つ目は下向きになります。下向きになって膝を持ってくる膝を持ってくる。これは脇腹と下腹部を使います。この3つでやっていきましょう。大丈夫ですか？できる範囲で構わないです。最後のやつ辛い場合はこの向きで膝つきでもいいです。このようにやっていただいて、これでも OK、 これでも全然 OK です。ではいきますよ最初はクロスです。
ちょっといつもと違うので、そう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 、OK。で、その後反対。では行きましょう。そうそう、OK、行きます。5秒前。2、1、はい、タッチ。タッチ。しっかり上げて、はい、タッチ。1、1、1、1、そう、1、ふう、ふう、タッチ、はい、クロスで、肘と膝タッチ、はい、体を起こして、膝を持ってって伸ばす、グッとストップ、そう、お腹、膝をおへそのところまで持ってきて、グッと、ふう、ふう、OK、ナイス。はい、次で、2、1、はい、下向きになって膝持ってくる、お尻上がらないように、1、1、そう、ナイス、1、1、ふう、ふう、よいしょ、1、1、はい、2、これと1、1、1、はい、上向きになってどうする、1、1、はい、頑張っていきましょう、はい、タッチ、1、クロスして、クロス、起き上がってきて、しっかり上がって、はい、OK、1、1、はい、体を起こして伸ばす、ふう、ふう、ふう、頑張っていきましょう、そう、お腹、ファイト、はい、ゴー、はい、まだまだいきますよ。よいしょ、はい、下向き、すぐ始めて、1、1、2、ポイント、1、1、1、よいしょ、はい、行きましょう、1、1、えい、ふい、ふう、ふう、2、1、はい、前向きになって、立ち、ラスト、進んでいきましょう、1、1、ふう、ふう、タッチして、スピードし、はい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 、OK、行きましょう、ゴー、ゴー、ゴー、はい、体を起こす、ふう、はい、ゴー、行きましょう、はい、ここで泣きをしないように、もうちょっとですよ、はい、残り10秒、よいしょ、よいしょ、ふう、ふう、しっかり止めて、はい、下向きラスト、よいしょ、ふう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 、1、1、よいしょ、えい、ふう、ふう、えい、えい、行きましょう、ゴー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 、はい、オッケー、はい、お疲れ様でした。じゃあ、スイム入れていただいて、最後クールダウンしていきましょう。では、長座になっていただいて、ゆっくりでいいですよ。両手を骨盤の横に置いて、お尻後ろに引きます。で、胸を足の方に近づけるようにぐーっと倒す、もも裏、ふくらはぎの裏、膝裏伸ばします。はい、OK、では足を開いて開脚しましょう。よいしょ。で、左のつま先に向かって右手を伸ばしていきます。タッチするように。しっかり後ろ伸ばしていきましょう。はい、OK。反対行きましょう。ふーっと吐いて。横の腹筋を近づけるような感じですね。
はい、OK。では、つま先内側に向けて、前にできる限りぐーっと体を伸ばしていきましょう。遠くに手を伸ばすような感じで、そう、もも内側と、もも裏の内側を伸びます。はい、OK。足を閉じて、かかとを自分の方に近づけます。で、腕でぐーっと、下に押していただいて、この足のももの内側ですね。はい、OK。では、ちょっとお尻伸ばしましょう。仰向けに寝ていただいて、左足を伸ばします。で、右の膝をお腹の方に持ってきていただいて、左手でぐっと倒します。で、膝を倒した方と逆方向に向きましょう。はい、OK。お尻と腰、背中のストレッチです。では、反対の足を持ってきて、右に倒して、ぐーっと倒していきましょう。腰が反らないように気をつけましょう。はい、OK。では最後ちょっと腕をペタペタペタと振って、バラーンと力抜きながら振ります。腕回り使ったのでリラックスしてブン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 振って力を抜いて、はい、 OK。 お疲れ様でした。では音声の方ミュート解除お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ちょっと、腕回り、まあこちらですね、腕といっても上腕といって、この腕回りとお腹回り、最後ちょっとだいぶ追い込んでいきましたので、ナイスファイトです。で、今月もですね、この時間は毎日配信していく形になりますので、皆さんお仕事とかも入ってくると思いますが、参加できるときはぜひぜひよろしくお願いします。了解です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。以上になりますので、今日もご参加ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。はい。